チムニー株式会社は東京都墨田区に本社を置く日本の居酒屋チェーン。総合スーパーのジャスコが居酒屋のフランチャイズ展開を目的として1984年に設立。業績不振が続き、1997年に食肉メーカーの米久氏に譲渡され、ジャスコグループから離脱した。2009年11月に現経営陣がカーライルグループの支援による マネジメントバイアウトを実施することを発表。これに伴い、カーライルが設立した投資会社、FD が株式公開買い付けを行い、筆頭株主のヨネヒサがこれに応じ所有する前、株式を売却した。TOB の結果 FD が発行済み株式の約87%を所有する筆頭株主となり、翌2010年4月には、 FD が少数株主から株式を買い取り、完全子会社化、それに伴い、東証からは上場廃止となった。2012年12月14日、企業価値の向上という目標が達成されたことから、東証2部に再上場をした。2013年11月7日、種類専門店チェーンである山屋が、チムニーを TOB 実施により買収すると発表。買収額は、 約143億円を見込んでいる。同社の筆頭株主であるカーライルグループは TOB に応じ、2013年12月12日、ヤマヤがチムニーの親会社となった。ヤマヤはイオングループの一社であるため、広い意味では16年ぶりにイオングループに復帰したことになる。始まりは吹かす役ができるチムニーロースターを開発、それを使用したメニューとタラバガニをメインにした。 居酒屋だった。創業時からフランチャイズ業態にこだわり、ほとんどの店舗が FC 店であったが、経営基盤強化のため上場前には直営店を増やした。花の舞、魚屋登場、こだわり山、段々園等のブランドで出店、年間70店舗以上を新規出店している。チェーン店でありながら、店舗ごとにオリジナルメニューやサービスがあるのが特徴である。 店長に与えられる裁量権が大きいので、マニュアルに縛られることなく店舗の個性が発揮されている。前述のように、かつてヨネヒサが親会社だったため、同社の子会社である、御天馬高原ビールを販売している。2020年2月現在、福井県、愛媛県には店舗がない。花の舞に関するカテゴリー、魚や道場に関するカテゴリー。ありがとうございます。